高田光一、プロ初登板初先発、先頭取った後フォアボール、そして柳田、ランナーがスタートを切って、その後ヒットになった後島内、記録はエラーがつきました。一気に佐藤がホームイン、ホークスが1点を先行で、その後正子の時に頭にデッドボール、このデッドボールで危険球退場。その後も正子はプレーを続けました。でその後急遽登板という西口、プロ5年目、なおもランナーが三塁一塁回という場面だったんですが、レフトフライ、回を打ち取ります。その流れ、ホークス先発はマルティネス、1回満塁のチャンス、粘った後このボールを捉えていきます。本人は取られるかと思ったという話をしていましたが、これが抜けて3人のホームイン、イーグルスが逆転に成功します。3対1。2回を抑えて西口、3回の投球です。1番三森三振、今日がプロ初スタメン、佐藤も三振、柳田も三振、三者連続三振。そして4回です。ここまではランナーを出していませんでしたが、このボール、4番の栗原ソロホームラン、これで3対2、1点差。5回に入ります。ランナー一塁からセカンド狙って、太田から素晴らしい送球、盗塁失敗、これで3アウト。結局今日は西口5回まで投げました。投げ終えた時点では石井監督も来て祝福されていました。そこからは継投、まずは安楽、柳田ツーベースを打ちます。同点のランナーセカンド、6回。その後は栗原は見逃しの三振、そして真砂ライトフライ、無失点で抑えます安楽。7回に入って今度は酒井、外のボールで増田は杉直太の三振、酒井も7回を0点に抑えました。8回はソンチャーホー、ランナー2人許しました。そして柳田、初球打ちは詰まったショートフライ、これで2アウト。そして栗原、ライトへの飛球、後続を断ちました。ソンチャーホーもゼロ、ホークスはチャンスを生かすことができませんでした。8回、そして9回は松井、ここまでは19セーブ、ピンチを迎えて三塁一塁、最後は三振、3アウト。今日は継投がはまったイーグルス、3対2、このカード勝ち越しを決めています。